デルタルーヌ収録あの6月ストップから1年経ちまして、ガスタガスタの、ああやっぱりか、ガスタできないんだ。一瞬で戻される。これひらがなガスタでもダメなんだよな多分。ああ、じゃあ普通にやるか。A ルートだから、前作主人公かっこ、はてな。メリーで行くか。よし。A ルートだから、まあ、G ルートというか A ルートというか。クリス？クリス？起きてるの？え、待って。まさか。ナイフ？そんな。クリス、パイ、一人で全部食べたでしょ。パーン、パーン。パイ皿が空っぽ、それにこのナイフはあなただよね。まったく。またオーブンに鍵をかけなきゃいけないのかしら。ナイフがあなたのよねっていうのも謎だけどね、結構。ほら、もう起きて、学校に行く時間よ。自分専用のナイフがあるっていうのもかなり奇妙だけどね。さてさて、カーペットにシミがある。何のシミなんだろうこれ。こういうとこ調べてたっけな。やめていこう。オッケーオッケー。まあ、調べるとこも今更ないだろう。さあ、行きましょう。なるほどね。二日目の投稿で。クリス、遅かったですね。スジだってもう来てるのに。おー、いいね。なんか、懐かしいな。あ、ここなんかもう1年前だからな。この収録まで。よう、クリス。なよ、お前、遅刻かよ。時間通りに来て損したぜ。スージ、机を蹴らないでくださいね。学校の備品にもう命があると思って集まってください。わかったよ。今度から急所を狙うぜ。いやー懐かしいな。そうじゃなくて、とにかく皆さんおはようございます。今日はやることがたくさんあって、じゃあまずは142ページの朗読から始めましょう。誰か読んでくれる人。先生、よかったら私が。いや、それには及ばないよ、ノエル。ここは一つ僕が寸前屈辱の痛みを受けよう。でも大丈夫、私が。お142ページ。それは最良の時代であり、最悪の時代でもあった。結構いい時代、結構ダメな時代。普通な時代。あんまりな時代。あー懐かしいな。この顔面。いやー顔面が懐かしいってのも意味不明だけどね。皆さん気をつけて帰ってくださいね。そう、それともパートナーとの課題も忘れないでください。あ、クリス、大丈夫、その授業中ずっと寝てたから。あ、先生は別に怒ってるんじゃなくて心配してて。だっていつもなら寝てるのは授業の最初だけだから。こりゃぐっすりと眠れるといいですね。こいつ食べたっけ。クリス、ひょっとして授業中ずっと寝てたのはパートナーとの課題が心配で昨日はあまり眠れなかったとこから。そうならよかったのかな。じゃあ今日ずっと寝てた今日の夜、アズリエルとオンラインチャットしてて寝るのが遅くなったのか。あ、でもそっか、今チャットできないんでしたね。早く復旧するといいですね、インターネットの。こんな会話してなかったよね、俺。先生も今更、原生物の、に、退化したくないです。なるほどね。ここの会話逃してたんだな。いろいろな文学作品から引用した名言が貼ってある。アストラルウルフよ、視力を尽くせ。たとえ深い闇の中にいようとも。これはゲームのセリフ？おう。お、現れたな、ゾンビキッド。授業中ずっと死んだみたいに爆睡しやがって。どうした？昨日の夜、ぐっすりおねんねできなかったのか？俺もだよ！いや、待って、懐かしいな、このくだり。あんなことがあったらぐっすり寝れるわけねえよな。たった一晩で、俺はまるで何年にも感じられたぜ。あれって全部、現実に起きたことだよな。ランサもラルセも、他の奴らもまた。なあ、お前も同じこと考えてだろう。一緒に行こうぜ！でも、ここら辺、ほんとはスキップしてもいいんだけどね。よし、覚悟はいいか。俺が待ち望んでたものが、この扉の向こうに。な、もしさ、この扉の中に何もなかったらさ、そんでも俺たち、
がーめんどくせえ、さっさとあげようぜ。あの、スージー、ああー、ノイル、うっす。てか、何やってんだよ、こんなところで。ごめんね、邪魔しちゃって。これからマードリーと図書館に行くんだけど、ほら、課題の調べ物で。それでね、もしよかったらスージーも一緒に来ない？あ、もちろんクリスも。いやー、懐かしい。懐かしいしか言ってないな。あー、いやー。まあ、ちょっとその、クリスどうする？なんて答えればいい？こっちだったらどうなるか気になる。これから二人で物置に入るところでさ、ほら、だしだし二人でサクッと物置でも入るかってね。ほら、ほうきとかいろいろ触ったりするかって。そうなんだ、それはなんていうか、その、楽しそうだね。じゃあ、私は図書館に行ってくれね。謎すぎるな。こっちの違和感は違和感で謎すぎるな。クリス、後でスージーと一緒に図書館に来てくれたら、あ、すごく嬉しいな。いや、待って、今のってなんでだ？なんでノイラ俺を誘った？俺と一緒に宿題？あいつ赤点取りてんのか？ダメかよ。いや、待てよ。なあ、ノエルのやつ、なんか妙にそわそわしてたよな。それにちょっと顔が赤かったよな。こいつ、まさかあいつ、ひょっとして、俺たちの秘密に気づいたんじゃねえか？ほら、闇の世界のこととかさ。くそ、このことは絶対誰にもバレないようにしようってな。俺たち二人だけの秘密だからな。よし、じゃあ、気を取り直して、行くぜ！いやー。いやでもね、この楽しい雰囲気を今からぶち壊しに行っちゃうからな、ちょっと心が痛む。ついてな。クリス、スージー、会いたかったよ、とっても。大げさな、昨日会ったばっかじゃねえか。あ、そっか、そうだよね。僕友達できたの初めてだから。また会えるまで、こんなに待ったのも初めてで。へいへい、お前ですが、寂しい字なのように俺らも努力してやるよ。ナンさんのやつも俺らに会いたがってんじゃねえか。ん？てか、ランサーは？てか、みんなどこだよ？大丈夫、すぐに会えるよ。ここで待ってて。おう。くだらねえいたずらとかだったら承知しねえからな。クリス、ちょっとお願いしてもいいかな。光の世界に戻って、物置の東側にある、今は使われていない教室に行ってもらいたいんだ。その教室の床に散らばってるものを全部拾って、この世界に持ってきてくれる？床に散らばっているガラクタを全部拾い集めた。なんだろう、トビー・フォックスさんのゲームの主人公は頭に物乗せがちだよねっていう話をしたよね、確か。こっちは何なんだろう。こっち謎だよな。普通だったらこっちに繋がってそうだけど。頭に乗せたわね。お、戻ってきたな。え、みんなはどこだよ。なるほどね。お待たせしたな、ディエロちゃんとも、バクサーマンの登場だ！ランサー！おい、クリス、何やったか知らねえけど、やったな。あ、みんな、いるぜ。あ、でも、ランサーの城？なくなっちゃった！は？なくなった？うん、クリスが泉を封印したとき、あの闇の世界は消滅して、元の教室に戻っちゃったんだ。じゃあ、これからはランサーはどこに住むんだよ。案ずるな、スージー。ナルセイのお城を占拠して僕様のようにしちゃえばいいのだ。クリス、闇の世界の住民たちをこの町に連れてくと、泉の力で町がどんどん発展してよ。ああ、もうここのところは読んだからいいかな。もういいかな。うん、いいか。もうここら辺見たからもういいか。トゲ付きベッドか。やべえな。寝ながら自分をぶっ刺し放題だ。助かるぜ。どういうこと？やばいな、それは。やばい音鳴ってんだよな、こっちも。ランサー、俺の部屋マジでやべえぞ。やばいってスージーと同じくらい、それはぜひ見てみたいぞ。穴をどんどん掘って、隣の部屋まで繋げちゃおう。いや、普通にドアから入る。ドアまで作っちゃうなんて、なかなかやるな、ピーチボーイ。ちょ、待てよ、クリス、もう帰んのか？まだ来たばっかだろ。え、二人とも宿題あるの？ああ、いや、スージー、クリス、すぐに宿題やって、学校の勉強は大事だよ。ちゃんちゃんやるまで、二人はこの国から追放します。分かったよ、やりゃいいんだろ、やりゃ。案ずるな、スージー。僕様も一緒に手伝って、行って手伝ってあげるぞ。え、待って、ランサー君、それは。止めても無駄だぞ、親切丁寧行く目、友情ホーム。案ずることなかれ、世も加勢しようぞ。お前はいいよ。さよ、我は現に良きチームなり。こいつ気づいたら抜け出してたよな、確か。ルールノーカード。ルールの気づいたら抜け出してたんだよな、なんか。ああ、結局課題やんのかよ、クソダリ。ああ、
まあでもランサーが手伝ってくれるしな。ってあれ、ランサーは何やつ、バックリ上がって。でどこでやる。あ、図書館。しょうがねえな。パソコンの壁紙がかかっている。抱き合ってたムキムキのスーパーヒーロー2人の間に10センチの隙間が空いている。学校のダンスパーティーでは適切な距離を保つように呼びかけるメッセージ付きだ。ママの影響だろうか。なるほどね。いや、調べられるところまだあるな。ホワイトボードにトリエル先生と書いてある。ずいぶん長いこと消さずに残してあるような。待っている。お兄ちゃんと自分がテレビゲームで遊んでいる写真だ。お兄ちゃんは非正規品のコントローラーを使っている。あーね、なんだろ、電車機能付きみたいなやつか。オレンジだ。先生が食べても安全なのかわからない。食ったらダメな動物とかいるよねっていう話。基本的な図形のポスターだ。円、楕円、正方形、正120方体。あ、ちょっと待って、急にバカみたいな、なんかもう混じってるけど。力座はどんどん高めになる。これは神をも恐れる行いだろうか。ロッカーには除菌トングッズがベタベタに貼ってある。ロッカーはロックされてる。ロッカーはロックされている。なんかバグってんだ今の。なんかおかしかったぞ今。おかしかったよな今。いやでも出てもなくなったな。え、待って、なんか、え、今のレアエースだったのかな。まあいいわ、とりあえず、まあ終わったかな他は。他はまあ大丈夫だろう。あ、どうも。たくいつものように交通整理をしていたら、ちっこい犬がおもちゃの車で走ってきて、うちのど真ん中でドーナツタウンを始めなかった。お前ね、この街の車が全部大渋滞だ。怪我人が出なかったのは幸いだが、お前のような一般市民が近づくんじゃないぞ。私はここで車の下の力持ちを務める。話しかければ、車の下の力持ち中だ。犬がドーナツタウンをやっていると聞いて駆けつけたのに、ドーナツタウンは車の必殺技の名前だって言うじゃないか。僕の人生、ドーナツでも残念なループから抜け出せないの。かわいそうだな、こいつら。ってなったね。今もなんか鳴ったような気がするな。ああ、多分、いろんな音楽鳴ってんだ、これ。アンダイン戦の BGM もちょっと混じってたような気がするな。よし、着いたぞ。課題とかマジでクソだりな。そこら中、本だらけで見てるだけで頭が痛くなるぜ。ナークリス、なんで誰もいねえんだ。てか、なんか様子変じゃねえか。ああ、やめやめ。パソコンでスペースピンボールしようぜ。ああ。なんだこれって、物置きい中と同じだよな。クリス、これはひょっとしたら、別の闇の世界だったりすんじゃねえのか。ま、どっちにしろ、これじゃあ課題はできねえな。ただ、こいつはあくまでも、もしもの話だけどさ、もしもこの中にも闇の泉があった、あんならさ、お前の力でそいつを封印して、元のパソコンルームに戻せるってことだよな。なあ、どうするクリス。やろう。だよな、ぶっちゃけ。昨日の冒険最高だったよな。またできねえかなってうずうずしてたぜ。この中がどうなってんのかは全然わかんねえけど、覗いてみねえわけにはいかねえよな。よし、行こうぜ、クリス。いいね。見たことねえ景色だな。こっから敵を殺しまくらないといけないのか。ケーブルが。うん、任せろ。みんな、ケーブロイドになるやつだな。みんながされて、助けてにされる。でも実はそんなに影響なかったっていう。なんか洗脳されるっていうわけではなかったっていう。洗脳もできるけど確か。お願い、スージー、まさか、こんなところで会えるなんて。は、大変、早く逃げて。ノエル、おおほほほ、長えよ。これは
これは。とんだお勉強会になりましたね。なんだてめえ、何者だ。人呼んで、シリアルナンバー9 9 5 U U4 EX7 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 7
いやーマジでお久しぶりです。いや俺はお久しぶりじゃないわ、全然やってるわ。デルタルーヌ収録あの録画ストップから1年経ちまして、じゃーん。ということでね、最後に録画したのが2022年12月で、今は2024年1月、まあ、なんでこんなに先延ばしにしてるかって言ったら、僕の心が耐えられないと。なんかね、えぐいんだよな、多分。アンダーテイルの G ルートやってた時はね、さほど気にしてはなかった。まあ、気にしてはないと言っても、辛くはあったけど、あんまり気にしてはなかったって感じかな。今がどういう状況か忘れたけど、どんがだがっしゃーん。近くの建物から凄まじい騒音が聞こえてくる。ノイズミュージックのパワーがみなぎって。一回、思い出すために戦闘するか。よし。ねん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 。オッケー。いや、懐かしい、この感じ。あ、危ない危ない危ない。いや、でも、余計スキルは、健在だね。ねんねんねん。えぐいな、ちょっと。一回食らっちゃったな。あ、間違えた。あ、間違えた。なんか、いい方に進もうとしちゃった。よし。まあ、全員、ぶん殴っていけばいいんだよ。ここか。よし。あれ？ミスった。ほい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 。で、まだ普通に進めていいんだよね、確か。まあ、できるだけ敵を倒していくようにはしてるけど、いつもと違う感じで攻略するために。64回。いや、待って、懐かしすぎ、この雰囲気。なんだこれ。これによれば。泉に着くかも。マジかよ、いっしゃ。いいね。いや、マジで懐かしい。おバカな子供たち、お休みはここまでよ。仮よりあんたらの意思と無関係の監禁かっこ捕獲を開始します。捕獲カプセル投下。忘れちゃいましたね、今のは外したんじゃなくて戦略的調整。もう一回投下しねえのかよ。ノー、カプセル4個しかないから。あ、わかった。じゃあここで驚きの展開です。いでよ我が下僕。ごめんね、どうしても断れなくて。ノエル、あ、スージ、元気。おう、元気。じゃあ元気だけど、そのジェットコースター、かっこいいね。ああ、ノエルも飲もうな。あ、ありがとう。気まず。ダメで、補欠要員をスイッチします。出た。我が愛しのノエルよ、恐れることなかれ。勇ましき知恵に溢れる勇敢な精神、剣山。暗闇に光る鎧に身を包んだ超絶かっこいい騎士様のお出ましだ。はあ、なん、世になってバードリーなんかに助っ人頼むかよ。頼んでない。頼んでない。頼んでない。そう。我こそは偉大なるバードリー卿。じきに、スーパーバードリー卿となる男だ。なんだそれ。イミフ、とりあえず話を合わせて。我らが素敵素晴らしきクイーン様のお力で、まもなく我らはこの世界の支配者となる。そしてこの愚か者のはびこむ土地をスマートビアに変えるのだ。これこそ、それこそ真の科学史上スリー社会の幕開け。世の天才たちが新鮮なフルーツとデザートの海を自由に泳ぎ回る世界。そして君たちのような男性用生物に足を引っ張られることもなく、そしてその実現の鍵となる存在が、そう、ノエルと僕なのさ。
僕ら二人、ライトな、ライトなーか。どういうことや。あ、ライトなーか。わかった。ライトなーか。ライトなーの力で。それはライトナーのことですよね。よっ、クイーン様はライトナーと。うん、言った。バードリーさん、あなたは騙されているんですよ。あ、君はそういうとクイーン様を言っていた。うん、言った、ほんと。クリス、よく聞いたまえ。僕も正直、君に同情する気持ちがないわけじゃない。数字はさておき、君には以前から可能性を感じていた。こちらに着けば、館の掃除係ぐらいにはしてやってもいいぞ。ああ、クリス。やっぱり君はその程度か。よくあろう。そんなに自分の可能性を証明したいのならば。おお。喜んで協力してやる。来たで。ブチブチにしてやるよ。ブチブチの焼き鳥にしてやるよ。よし。クリス、君が僕の邪魔をするのは僕に焼き餅を焼いてるからだな。よし、おい、ほい、ほい、ほい、オッケーオッケー、バトルだ。よし、クラスの3番手として遠くから僕とノエルの完熟果実的成功を見てるのに焼きがさしたんだろう。何言ってんだお前。よし、こんな攻撃はお手のものだよ。よし、オッケー、ルードマスター、オッケー。だが君は弁学に励むこともせず、スイズと手も組み僕たちを陥れようとした。なるほど。うわ、そっか、ちょっとエグかったな。よし、つくづく気の毒のやつだ。クラス随一の乱暴者と泥水遊びとは。なるほど。スージーのこと悪く言うんじゃねえ。ボコボコにしてやるぞ。ドン。ほい。オッケー。とはいえ僕は勇敢かつくぐりやすいヒーローだ。こちらに願えれば君は少しだけナンバー2に近いナンバー3になれるかもしれない。お、危ない危ない。ほいほいほい、オッケーオッケー。ドンドンドン。な、僕のジェットコースターが壊れかけている。はっ、残念だったな。この件にはスマートスモーク進化の過程で発生するまでだ。エスカドールが持ってるのがジンプリッタだからセーブハルバードかな。我に力を。ちょっとかすり狙っていく。オッケーオッケー。こういうね、かすりも狙ってって、ルードバスター。ほい。そんな、僕のジェットコースターが。こんなはずだ。クイーン様、助けて。ボーン。はいはい、ちょっと待ってなさい。ここはあんたらに最新のニュースをお届け。実は、このジェットコースター、なんと、未完成。どういう意味だよ。いた。いやー、で、A ルートはこっからなんらしいんだよね、実は。ちょっとマジでどう変化するのか。ゴミ山のおかげで命拾いしたな。マジで何が起きる。行こうぜ。よし。お、見ろよ、俺はこのゴミ山のボスだなんつってね。ああ、いて、スージー大丈夫。へ、こんぐらい全然平気だぜ。こんなもんただの。僕は見てあげようか。見る、何をだよ、平気だっつってんだろ。ポフ。おーい、何をする。どう、ま
だ痛い。あ、当たり前だろ。おめえが近寄ってきただけで。あ、まあひどくはなってねえかな。それでどうやるんだ。そう、なんだ、回復ってやつ。回復魔法のことだよ。簡単だよ、誰でもできる。もしよかったら教えてあげようか。血潮域爆発魔法とか以外興味ねえな。まあでもお前がどうしても教えてえなら聞いてやってもいいぜ。それにほら、自分でできればお前に近寄らずに済むしな。うん、じゃあ今度一休みするときは教えてあげるね。行こうぜクリス。あ、出た。バク、パイン、人気者なんだからゴミの中で暮らしてる。どういうこと。うほーい、うほほーい、僕クズ。君たち持ち物の整理されたんだ。やり方知ってるず、知ってず。ちなみに僕みたいなゴミバカはいろんなアイテム持てるんだぞ。手持ちのアイテムが12個を超えた時の倉庫と同じ感じだぞ。ああ、その話今じゃないとダメか。せっかくジーンと来るいいシーンだったのに。ああ、うん、別にいいず。おい、あっちにやったね、ぽいんじゃねえか。なるほど。